しようってのか。ルールは破るためにある。そう思わねえか。今だ。ちょっとは体を動かそうぜ。いいノリだな。あたしと組んでみるか。なんだか変な感じだ。できてねって。私の邪魔をするのか。病院送りになりてえか。リン、参上。おい、こら、触んじゃねえ。死にてえのか。怠慢だろうが、100人相手だろうが、一度も負けたことねえんだぜ。照れてねえよ。冗談言うな。なんだよ。私の強さに惚れ惚れしてんのか。ごちゃごちゃ言ってないで、拳で語り合おうぜ。ランキング？もちろん一番を目指すぜ。待て待て、何してんだ。バカにしてんのか。なんだよ、私と戦いてえのか。なかなか強そうじゃねえか。あたしと一発タイマン張らねえか。こいつ一振りで天国に送ってやろうか。覚悟はできてんだろうな。好きでこんな格好してるんじゃねえんだよ。普段着に着替えてもいいか。これはあれだ、クリアのご褒美だ。変なこと考えるなよ。これ以上は勘弁してくれ。やめろよ。誰かに見られたらどうすんだ。顔が赤い？今日はちょっと暑いからな。満足か？私をこんな目に合わせて。罰ならもうたっぷり受けたぜ。人参の使い方？何想像してんだ。ただの喧嘩の道具だ。こういうのは私のスタイルじゃねえだろ。待って、仕事中だから。なんだよ、私は忙しいんだ。あんたの手なんだか熱いぞ。熱でもあんのか。うわー、もうちょっとだけ寝させて。こういう時は眠くなるんだよな、私は。なんだか少し熱い。チャーハン、寿司、カレー、全部私の。朝じゃないだろう。ご飯いただきます。うろうむにむに柔らかい。うろうのバカ、私の食べ物を取るんじゃねえ。変なことしないなら一緒に寝てもいいぞ。あれだからな。リボンをうまく結べない。
もともとは箱の中に隠れて脅かしてやるつもりだったけど、思ってたのと違うな。特別なプレゼントだ。とにかく私の顔を立てて受け取れ。サンタの格好をした方が良かったかな。ラッピングってこんなに大変だったんだな。クリスマスプレゼント大事にしてるの。何も言うんじゃねえぞ。プレゼント受け取りのサインを。こんな格好してやってると思ってんだ。てでーん、世界で一番可愛いブローちゃんの登場です。ブローちゃん任務中だよ。キャンディー大陸、ブローちゃん行きたい。スイーツは別腹って言うでしょ。可愛い頃ってブローちゃんを甘く見ないでよね。マリアの薄い本どこに隠したでしょうか。成長してるんだから、もちろん履いてるよ。ドーナツ1個だけじゃブローちゃんは買収できないよ。マリオを撮影するの？ブローちゃんに任せなさい。イチゴとチョコレートのケーキどっちがいいかな。頭を撫でられすぎると背が伸びなくなるんだって。
私の演奏を聞きたいの？バレ、死にたくなったのかしら。ブロウ、面倒事を起こしてないでしょうね。もしもし、警察ですか？ええ、また彼です。ちょっと、落ち着きのない手で。ぼんやりしている暇があるなら、本でも読んだらどうかしら。変なことばかり考えてないで、ゲームを楽しみなさい。音楽がない生活なんて、つまらないでしょ？作戦会議？ええ、いいわよ。あなたたちの言う薄い本って、一体どんな本なのかしら？どうしたの？私に皮肉を言われるのが好きなのかしら？顔が、近いわ。何か変なことを考えてない？ご主人様、なんなりとお申し付けください。きれいに洗っておきました。私の体も。状況？意味がよくわかりません。もういいでしょう。そろそろ勤務時間も終わりますので。画面についた汚れは、私が、私をもっと楽しませてちょうだい。
私の車壊れちゃったのよ。今日はあなたが私の車なってくれるかしら。学習しない下等生物ね。そんなに死にたいの。私の足元にひれ伏しなさい、下等生物たち。尻尾を振ってご奉仕すれば私の靴を舐めさせてあげるわよ。あら、私に踏みつけられたい。あたしって天才か？骨のあるやつはいねえのか？次は絶対にやり返してやる。めでたしめでたし。こんな服でも喧嘩なら負けねえぞ。ふざけた服を着せるからだ。もう着替えてもいいだろ。チェッ、この格好だとマジで戦いづらいぜ。申し訳ございません。罰を受けますから。
私の魔法が効かないなんて。私に勝とうなんて100年早いわ。今回は勝ちを譲ってあげるわ。今日は特別に私を褒めることを許可してあげる。つまらない結果になったの。